まもなくオールセントラル対オールパシフィックの試合が。どうもタブヤンです。今回は単発実況超空間ナイタープレイしてみたいと思います。オールセントラル対オールパシフィック、私、先行のオールセントラルでいきたいと思います。このゲーム初見プレイです。さあオールスター初めてバッティングしたけど、なんかパワープロっぽいね。ヒット2本打てましたよ。イラブさん、パワープロっぽいね。矢印動かして、あらまゴジラ松井三振、ヤクルトオマリなんかわかんないけど、あーゲッツー、あ戻れ戻れ、アウト、あらまスリーアウトチェンジ、ノーアウト二塁三塁が無得点。投球練習操作方法わかんないんだよね。斉藤雅、スライダーストレート、ちょっとボタンを押すとなんかだいぶパワープロとは違いますね。任天堂64のプロ野球キング、イチロー、あーっと取れない、いきなりヒットを打たれた。イチロー走ってくるんじゃないこれ、おっと取れない、これ一度サードに行くか、サードには行かない。こちらもピンチですね。小久保さん、いいね、シュート、追い込んだ、フォーク、フォーク、フォークはないのか、持ち球ないのか、やりました、シュート三振。ブリトインフィールドフライ、おら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 、ツー、あ清原、おらおらおら落下点、あーダメだ、あー1点入れられた。中村のり、ピッチング難しいね。おこれ三振取るチャンスじゃないか、おら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 、オッケー、センター誰だろう、阪神だから新庄かな。このゲーム1996年の作品ですね。江藤さんどうだ、宇宙間来た、真っ二つ、悠々ツーベース、さあチャンスですよ、辻バント、ナイスバント、R1 がバントか。古田さん、センター前ヒットで同点、やったぜなんかパワープロにちょっと似てるから、あ、やっぱ新庄だね。あ、戻れ戻れ戻れ、あっと一郎のレーザービームでゲッツー食らってしまいました。オールスターだから 全球ストレートとかはもうやらないからね本気でいきます。本気って言ってもね、初見プレーだし分かんないんだけど。吉永さんホームラン、指名打者か、もうわーピッファースト強襲、あの内野の守備が難しい、動けないな、瞬時に、まだ慣れてないこのゲームに。進化、なんか適当に押してたらいける、大きく惜しいじゃないか、オッケー三振、進化で、あ1番イチロー、イチロー、うわー抜けた、サード間に合わ、アウトだ、オッケー、ナイススローイングでしたよ。さあそして9番金本さんから、3割27本の恐怖の9番バッターだけど、広島金本さん、パウエル、オッケー、一路ファーストに投げてくる、危ねえここは送らずに打とうか、あーゲッツーか、ピッチャー強襲、
い勝負ですね。投げました。打ちました。ほらほらほら。オッケー。国母。国母さん。全日本の監督。追い込みました。ストレート高めに、おお高めすぎたか、低め打ちました。うわセンター取りました。いや打球が速すぎて内野はもう反応無理ですよね。これなかなかの打ち上げた。あキャッチャーキャッチャー古田さん、スポ抜けだ。あスポ抜けおいオッケー、三振、たまに三振取れる斉藤正。ほらほらピッチャー赤いところに入れば、オッケー。さあ松井さっき三振、ホームラン打ちたいね。強振とかないのかなこれ。どうだ惜しいな。オマリ本塁打18本しか打ってないんだ。オマリ調子悪い時のオマリかな。ナイスバッティング、強烈だがセカンドいけるなこれ。オッケー。さあ江藤さんホームラン32本、広島の江藤きた。さあ一郎と勝負だ、レイザービーム、オッケー。さあ辻さんも続け、ヒットで、ああすっぽ抜けたボール振ってしまった。っていうか何でも振ってしまうからね。ああ全部振ってるから。よっしゃ抜けた。これレーザービームと勝負だ。オッケー、イチローホームに直接投げれば可能性あるのにね。新庄、阪神ファンとしてはここ新庄に打ってほしいがどうだ。なさあ2点リード、4回、ピッチャー交代でしょこれ。オールスターだからね。ヤマペでいきましょうか。ヤクルトストレートとカーブ、シュート、オッケー、シュート、うわー抜けた、オッケー、ファースト、オッケー。田中さんホームラン22本、長打もあるね。わーちゃちゃちゃー、新庄でもあれは取れない。センター取りました。ピンチですね。カーブから入って、うわー右中間、これは1点入ったな。中継とかないのかこれ。キャッチャー伊藤、ここは抑えたいね。おらおらい。さああと1人、あーイチローかヒット2本。おっと今の取れなかったか。一郎猛打賞、いやーこれ怖い、牽制勝負だねここ。いやー取られ、同点か。国母さんピッチャー交代かこれ。ピッチャー交代、吉井調子悪いの。でも吉井出そうか順番にね。お祭りだ吉井、ヤクルトの ピッチャーで、あっとつないでいこうぜ。ここはえっ、あ盗塁か、びっくりした、なんか悪送球したのかと思ったぞ。追い込んだぞ、ここはフォークだな、フォークフォーク、大きく外れました。カーブがフォーク、よーし
大久保さんを仕留めました。いや同点見せますね。オールスター金本さんホームラン、ホームラン欲しいな。ここいやバット長く持ったりできないみたいだね。なんかいろいろいじってるけど、あー三球三振。パウエル3割4分、1番バッターとしては塁に出ることだ。早いなボールが。野村頭越えない。さあ後半だんだん強くなっていくからね。私はこのゲームに慣れてくるよ。それ同士でいくか。おっと取った。あどこだ、ちょっと OK。 なんかファ内野がすごいスピードが速いからボール取ったかどうかもちょっと分かりづらい。おっとすっぽ抜け。アナログスティックなんでね、64難しいんだよね操作が。おこれは取れるだろう。ああ嘘、今取れたんじゃないのか。新庄、新庄の守備力なら取ってほしいな今のは。中村のりさんホームランもあるよこれ。よしチェンジアップとか、チェンジアップよーしやったぜ。緩急の差でストライク押しで、よしこれでストレート、おっちゃーオッケー。振り遅れてる。よし調子悪くてもこれだもんね。松井か、松井、ゴジラの方の松井、ナイスバッティング。松井まあまあ若い時は足速いよ。サードいけるでしょこれ。ノーアウト三塁、オマリー外野フライで1点、勝ち越したい。ここは戻れ戻れ戻れ。おっとエラーしたよ、まさかのエラー。でもキャッチしててもタッチアップしたけどね。オッケー、江藤さんが打った。右中間深いところ、イチローは取るけど悠々ツーベース。さあゲームに慣れてきたかなこれ。イラブさんがずっと投げてるからね。おい来たー、三塁を蹴った。ほら絶対ファーストに投げるんだよねあれ、イチロー。そこが弱点ですね。同じ形で3点ぐらい取ったよね、イチローのレーザービームなしっていう。ここバントしてスリーバント、あースリーバント失敗。これ戻れ戻れ戻れ。さあもう1点追加するぞ金本さん。この回の猛攻だ。なあ当てるので精一杯。ボール球、ボール球の見極めはまだできないですね。しかしオールスターだから助かってるっていう面もあるよね。バッティングがみんないいんでね、強打者ばっかりだから素人の私でも打てるというね。オッケー、ストレートをね低めに投げることもできるようになってきたよ。まず球種を選んでから投げた後にコースをこういう風にね、基本はパワープロの真似をしてるのかな、このゲーム。ああ、内野が動けないんだよね。佐々木さん、なんか成績は良くないね。ランナーリードしすぎなんじゃない？ほら、あれ違うのか。ランナーだと思ったらショートだった。追い込みました。追い込んだ。これも三振。よーし。ランナー残塁。チェンジです。ボールパッチ。よし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 。この3点大事にしていこう。1番バッターからの好打順。
稲部さんまだ続投って、球数は少ないんだよね、私早打ちしてるから。おお、ボール、ボール球が増えてきた、増えてきたね。この回じっくり見ていこう。1番バッターパウエル、あ、ストライク、もう1球見ようか。あー、いいとこ来るね。149キロ、全然疲れてないね、イラブさん。あ、ボール球、最後ボール球三振。まあこれ1回からこういう攻撃をすれば、まあペナントレースだったらそういうねするけど、まあ初期打ちでいいですよ、もうオールスターだからね。おっと、左中間やりました、松井。さっきの攻撃はね、松井のスリーベースから始まったんだよね。さあ、オマリー、すくい投げ、すくい打ちできないか。オッケー、悪球打ち1点追加。江藤さん、あ、もう打球に勢い、あ、投球に勢いがないんじゃない。ただチェンジアップなだけか。お、江藤さんバット振ってるよ、やる気満々ですよ。ボール球、あれは打てんわ。打ったー、すっぽ抜けたって言ってたよセリーグのクリーンナップを恐るべし。いぶし銀辻さん、なあ、しかし2点を追加。4番からか、あ、3番からか、ピッチャー交代。さあ、楽しんでいきましょう。きっと1回ずつでいこうかな。ストレート、フォーク、スライダー、カーブ、 OK、 もういいよ、投球練習。ストレート、投げました、ストライ、カーブ、オッケー、あ、スライダーか、フォーク、完全に振り置く、振りが早い。ストレート勝負だ、ストレート、ストレート、もうストレート押しでいこうか。フォーク、あ、すっぽ抜けた、フォークだからね、そういうこともある。いやー、これ三者連続三振でいいんじゃない、紀藤さん。あー、キャッチャー古田ボールを見失いました。三者連続三振でいいんじゃない、これ。カーブタイミング合ってないね、ストレート、ボール球、そしてもう一回カーブだな、これ。ほら完全に合ってないもんね。三者連続三振、紀藤さん素晴らしい。キャッチャー古田、ナイスバッティング、流し打ち、アウト。イチロー外野ゴロやってのけましたね、古田さんプライドがマジか、アウトやってくれたな、古田さん。もう恥ずかしくて、やるな。さあ、金本さんホームラン欲しいね。あ、これは落ちないか、落ちない。さあ、オールスターなんでピッチャーどんどん出していきましょうかね。中村のり、いや、この近鉄バッファローズのユニフォーム懐かしいね。ガルベスですか、巨人。あ、なんか MFB、 メジャー、何なんだろう MFB って、知らんな。レベル1、2、3ってあるんだね。ストレート、シュート、シュート、 MFB、 MFB 投げてみよう。何今のどういう変化するんだ MFB、 MFB、 あ、どういう曲がるかわからないっていうことなのかな、これ自分でも。あ、どこ投げてんの、なあ、 MFB、 あー、ゲッツーコース、あー遅い。 MFB めちゃめちゃ打たれてるんだけど
MFB で行こう。でも MFB ほらこれ、あーやばい、ガルベス捕まってる。ん、あ、キャッチャー伊藤のとこ代打山本さん。MFB は打たれてるからやめましょう。あらまあ、宇宙間真っ二つ代打。あ、ホーム行かなかった。うわあ、一郎4打数4安打の一郎に回ってきた。ガルベスピッチャー交代。あ、斉藤隆、行きましょうか。ベイスターズ。わあ、なんかためがある。行こう。イチローコールが出てるね。フォーク。ホームホーム。オッケー、ゲッツー。イチローまさかのここでゲッツー。ワンアウト満塁で。ナイスですね。勝てるこの試合。まあお祭りなんでね。勝敗は二の次ですが。パウエル。投げました。ど真ん中トライ。こっち代打出してないね。内角低め空振り追い込みました。代打出すか。まあいいか。ああ、しまった。真に抑えました。野村さん、野村さん打ててないから代打出そうか。ショートできる人いっぱいいるね。え、誰がいる、これ何、ショートとかどこで見るんだ。内野か外野しかないのか。この立浪さんでいいか。イラブさん完投するつもりなの。オールスターなんだからもっとピッチャー出してほしいよね。立浪ナイス。松井、ゴジラの松井、どうだ。あ、戻れ。ツアード。オマリーのとこか。4番オマリー。なー、残念。まだまだ代打いたけどね。ピッチャー交代。あ、高津さんか。高津さんといえばシンカーだよね。レベル4シンカーでいきますか。シンカー、うわすごい曲がる。シンカーを決め球に、いや、シンカーでいけって言ってるね。シンカー、あ、シュート、シンカー、シンカー投げづらい。シンカー、うわーすごい。すごい曲がる。シンカーすげえ。これシンカーさえ投げてればもう勝てるんじゃないの。すごいね、高津さんのシンカー。これ誰も打てないんじゃない、これレベル4の進化。あ、打たれた。バットに当てるとはすごいね、この進化を。すげえ、進化全部進化でいこうよ。おい進化、おい、最後は進化で。高津さんすげえ。MVP じゃないかというぐらいの1回の最終回のね、ストッパーヒットは15本ずつだったんですね。いやー、超空間ナイタープロ野球キング、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。
それでは次のレトロ野球ゲームでまたお会いしましょう。さよなら。